6名の方が任命されなかったということで、どのように政府に対してお感じになられるというか、改めてお願いいたします。もう先ほど議論していただいて、要望書を、広く、出すということで、認めていただいた通りですけど、やはりまず任命した理由がわからないので、それを教えていただきたいということと、今回任命されていない方について、やはり改めて任命していただくということを要望するという、その2点です。今回、このようなことが起こったことです、率直にご感想は。正直なところいきなりということでしたので、特に昨日のことですので、驚きました。具体的な、こういう紙を出されるということですけれども、そうですね、直接政府に対して働きかけを行っていかれるということですか。いろんな形でですね、私たちの要望が伝わるようにしたいと思っています。学術会議と政府の関係の見直しという話についても、これから長期的にはやられるということか。それはまだ本日特に議論しておりません。学術会議の法律、学術会議法ですね、そことの関係で、理由が一切明かされないで、今回、拒否されたので、このことについては、新会長としてはどのようにお考えになりますか。その法律との関係でというところは分からないんですけども、はい、ともかく私たちとしては理由が分からないので、ちょっと対応のしようがないので。やっぱりまずは理由を知りたいというところです。昨日も再三にわたって加藤官房長官が政府として答えをしてるんですけれど、人事の過程は説明できないとかですね、その答えないという一点張りが続いています。でこれ前会長も申し入れをしているけど回答が来ていない。でこれかなり強くですね、政府側に抗議の意も含めて伝えないと、なかなか政府の側が態度を変えないんではないかなと思うんですが、この点どういう意気込みでですね向き合っていきたいのか、まず対話ということだったんですが、はい、やっぱり感覚的にはいろんな対話を通してお考えをなるべくお聞きしてうまく進むようにしたいというふうに思います。その6人に関してはまず撤回してほしい、新たな別の方を補充するとかではなく、最終的には6人を認めてほしいということに、まずは本日の総会で、皆さんに合意していただいたのはですね、この今任命されていない方を任命していただきたいという、その点でございます。これね、理由の不開示っていうのは学者としてですよ。学者として考えた場合、その議論が始まらないという、これ、素人でも分かる話ですよね。この理由が開示されないということについてのお考えはいかがですか。それはやはりここにも書いてる通りなんですけども、やっぱり理由が分からないとなかなか議論もできないので、やはり理由は知りたいというところはやっぱり一番だと思います。仮にこれ理由はですね、開示する必要がないというようなことになった場合どうですか。それはこれからどうするか対応を考えるということだと思います。それから安保関連法とか特定秘密保護法等にですね、異論を政府の方針に異論を唱えてた方が軒並み排除されている形になっています。でこの流れが続きますと、学術会議全体がですね、体制抑散化させられちゃうんじゃないかという声、たくさんの会員から出ています。この点、新会長としてはどういうふうに考えてますか。やはり学術会議というものはある程度政府から独立で学問をベースにして、いろんなことを発信していくものだと思いますので、そこら辺は譲るべきでない、その方針基本は、変わるようなことがあってはいけないと思っています。今回の要望書ですけれども、誰宛にいつに渡したいと考えてますか。それはこれからです。まずはともかくこれを広く学術会議はこういうことを考えているということを、世の中に出すということです。任命すれば内閣総理大臣ですが、内閣総理大臣宛てに出すということまでは今日はまだ決まってない。具体的に、例えばまだそうですね。これはまだともかくまずは広く学術会議の外に発出するという、まだそのレベルです。はい、あくまでも要望案という程度にとどまっていて、ただし案はそれは取ります。はい、ということです。はいはい。で最終的にはただその内閣総理大臣に届けたいというような思いというか考えはおありでしょうか。もちろん最終的にはですね、このような要望が通るということが私たちの思いですので、そのためにいろんな方に見ていただきたいというふうに思っています。